はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は、久々にねオンラインパーソナルトレーニングをやってみたいと思っています。以前ね、たくさんちょっとご応募いただいた中でなかなかね実現できてなかったんですけれども、ようやくちょっと2回目なんでオンラインでのパーソナルトレーニングをやっていきます。今回は自宅で自体重トレーニングでエクササイズをやってるという方で、僕の YouTube を見始めてからそういうことをねここしばらく始めてるという方なので、やっていく方向としてはそのまま自体重トレーニングをやっていきますが、まずはフォームチェック、それから何かね、お話を聞いていく中で提案できることがあればそれをやっていきたいと思っていますので、ぜひご覧ください。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。ちょっと長らくお待たせして、すいません。ある程度のメールでちょっとお伺いしたんですけど、はい、簡単に今の体の状況とか、どういう感じの運動を、今どういうふうにしてるかちょっとお聞きしたいと思うんですけれども。はい。身長が178センチで、体重が76キロ。で、今、やってることとしては、自宅で自分の体重を使った自重トレーニングを週2か週3ぐらいしてまして、で、やってる内容としては、バックランジもしくは、自重スクワットを 20×8 セット。あと、プッシュアップですね。を 15×3 セット。バックランジごめんなさい、何セット？20×8 ですね。8。あ、結構ある。はいはい、あとは、クランチとプランクをセットしたのを、3セットぐらいして。今それはずっと続けてる感じ？1年ぐらいですかね。ゆうじさんの動画を見まして、はいはい、1年ぐらい参考にして自分の部屋でやってます。なるほど。その間どうですか？体は変化とか。あ、そうですね。結構やっぱり体が前、トレーニング始める前よりは少し絞れてきた実感があって、はい、体重も的にも3キロぐらいは減ってきてます。で、特に下半身、やっぱり、やってるんで、下半身の太ももとか、ふくらはぎが引き締まったなっていうような、はい、そんな感覚はありますね。なるほど。ちなみに今、食事気をつけてます。食事はですね、朝昼は正直気をつけてるんですけど、はい。夜は結構正直お酒飲んじゃったりしてます。毎日。毎日ですね、はい。そこ、結構ブレーキかかっちゃう。そうなんですよ。アルコールは筋肉作る体脂肪を落とすのにいいことあるかって何もないんですけど、そうなんですけど、最近はどうですか？仕事は今、リモートで家とか、それとも普通に出勤は結構あるんですか？今はですね、会社も基本がテレワークなんで、そうです。2週間に1回出社するぐらいです。そうするとどうですか？今、動く量とか、あるいは散歩にはこう出てるのかとか。家の周辺での、ウォーキングっていうか、ジョギングと間ぐらいのスピードで、1時間ぐらいですね。それを週4回とか5回ぐらいやってます。ああ、なるほど。ベースは、やっぱりそうやってきちんと気をつけ、運動は気をつけながらやってって、ある程度続けてきたところなんですけど、はい。そうですね。今日は、じゃあ、普段やってるものを、まずちょっと一回、例えばフォームチェックとかで一回見させてもらって、その後、それからこんな感じでやったらどうですかみたいな感じでいけたらなと思うんですけど、はい、わかりました。まずは、ちょっとプッシュアップを見せてもらえたと思うんですけど。わかりました。いただきます。はい。じゃあ、まず、はい、で、もうちょっと広げましょうか。あ、はい。うん。そうそう。さっきの狭すぎて、ただ三頭筋になっちゃうんで、はい。そのぐらいの幅はまずあってですね。はい。うん。OK。そしたら、ちょっと横向きでもう一回。横向きで、はい。丸切り横向きで。はい。OK です。はい。はい、今のプッシュアップなんですけど、はい、ちょっと微妙なんですね。ちょっと微妙で、今、体が、はい、まっすぐ、ちょっとお尻が出がちで、もうちょっと落とすのが一つ。で、はい、そこほんの微妙なところなんですけれども、ここから上げたときに、はい、上げたときに、はい、結構、押す、上がるという意識がすごく強くて、はい、これね、こう起きてこう起きて最後にこういう感じになりがちなんですね。はい、落ちすぎちゃってこうこの前屈筋とかあとなんだお腹のところちょっと押しすぎちゃってるんですこういうふうに。なのでこのままの姿勢であったらこういう感じのまま行きたいんですよ。はい。だから
ここなんですね。これを、ここ、もう一個落ちすぎちゃってるんで、その手前のところで、肩関節の押し出しはまあ入らないような感じで、まあ、いけるといいのかなと。それと、じゃあ、バックランチ。あ、はい。やっていいですか。はい、いいぞ。後ろは大丈夫ですかね。はい。はい。OK。はい。ですね、バックランジは、はい、これもね、やっぱ結構やってるんです。基本的にはいいんですけど、ちょっと微妙なところです。まあ、今まずペースはちょっと速いです。速いですか？速いです。もっとゆっくりです。で、バックランジにしてもスクワットにしても、基本的には降りたところ、降りたところが一番使ってるところですね。はい、で、これが速くて短いと、まあ、筋肉を使ってる時間短いんですよ。はい、だから立ってるときは何もしてなくて、降りてるときだけは使ってるときなので、はい、頭の中で降りたときに、1、2ぐらいです。1、2ぐらい。1、2っていうような、こう頭でそれがカウントするぐらい止めるつもりでやった方がいいということ。はい、と、自分が思ってるように、このときに、ちょっと頭出てるんですよ。これをここから上からこう吊るされた感じね。はい、上から吊るされた状況のところの頭に欲しいんで、1個前でこう1個頭を後ろ下げるような、こんな感じで、まあ、1個が、このちょっと重心のずれが起きたそこだけ、結構微妙なんですけど、全然自分では気づきませんでした。そんなにすごい悪いってわけじゃないですけどね。で、あと、じゃあ、クランチやってみましょう。うん、頭当たらないようにですか。はい。OK。はい。これ多分、このクランチもそうなんですけど、その前の2つもそうなんですけど、動くということのイメージがすごく大きくて、動くということではなく、動くことが目的ではなく、その筋肉をうまく使ってるかどうか、そこに負荷をかけながらやってるかどうか、というのがすごく大切で、今のクランチも結構ね、この頭が僕ができないぐらい、ここら辺、この高さまで来てるんですね。とにかく、ここの高さを、ね、いっぱい感じる、ぐーっと高さがすごいんですよ。で、そうすると、腹筋のクランチの支点が、ここになってるんですね。この辺。で、支点をこの、溝落ちのあたり、腹筋で言うと腹筋が6つに割れてる一番上ありますよね。その一番上のところが、一番中心支点で、その後ろ側、反対を押す感じにしてほしいですね。で、今だと、この辺が結構下の方が支点になって、こっちが上がるために支点が結構下なんて。だから、もっと尾低骨骨盤を上げる。で、はい、頭が高く上がるのは目的ではなく、こっちが上がって、両方からきちんと縮んでるかどうか。というか、そもそも支点をまずここからこっちにずらすということですね。で、しっかり上げて、一番縮んだところで終わり。で、ゆっくり下ろす。一番縮んだところで終わり。ゆっくり下ろす。息を吐いて一番縮んだところ。で、そのさっきのプッシュアップもそうだし、バックランジもそうだけど、速さ勢いは特にいらなくて、はい、まずもうちょっとゆっくりやってみるので、こう吐いて止める、ゆっくり下ろす、吐いて止める、ゆっくり下ろす、吐いて止める、ゆっくり下ろすというような感じですね。はい。うん。なので、そこまず骨盤をまず上げながらゆっくりやってほしい。ちょっとクランチだけもう一回やってみた方がいいですか。はい。頭をまず上げすぎ、頭を上げようと思わないで、結構骨盤を高く、もっと半分でいい、全然頭半分です。もう頭本当に半分です。で、骨盤を全部上げる。仙骨から骨盤全部上げてる。ただし、膝を顔に近づけない。ももは垂直のままなんですけれども、ももは垂直のままで膝を胸に近づけないんだけど、高さいらない頭半分で全然大丈夫です。お尻をしっかり上げて、視点大丈夫ですか？視点が溝をしたその裏側。視点が溝その裏側で、はい、頭は高く上がらなくてよくて、おでこ高く上がらなくてよくて、背中を上げるね。背中が上がって、骨盤も全部上がった状態。骨盤落ちないよ、ここで。骨盤上げて、骨盤ここで下がらないようにして、息を吐き切って縮まればいいんだよ、この中。高さはもう高くなくていいので、骨盤上げて背中上がってる状態を作っていくという感じ。はい。OK。
どうですか、自分でやってなんか違いありました？あ、いや結構ありますね。きつもね、きついですね。うん、そうだから腹筋がまあきつくなるようにやって、回数とか何回見たら回数を追い求めるとちょっとあっちのの動きになっちゃうんで、そこちょっと気をつけて、普段はこうプッシュアップをやって、その後腹筋やって、はいはいはい、その後バックレース、まあ、そういう感じだと思うんですけど、はいはい、これは多分サーキット僕やった方がいいです。はい、最初ちょっとやで、まずプッシュアップいきましょうか。プッシュアップ、はい、普通のペースね、お尻上げすぎないで、はい、1、ゆっくりでいいよ、上げすぎない、2、息を吸ってそこ、はい、下が大切、3、息を吸って下が大切ね、はい、4、はい、ここは胸いっぱい使ってるところ、はい、5、そう、最後のとこ押し上げすぎないでいいですかね、そこでいいです、はい、6、まあ腕は伸びきるギリギリ手前なんですけれども、はい、7、はい、最後の肩の一押しはいらないということですね、はい、8、はい、9、ゆっくりですよ、はい、10、ちょっとあと2回やってみようか、はい、11、はい、12、 OK、 そのままクランチいきます、はい、はい、膝近づけすぎないでね、はい、そう、はい、2、膝が4つ下げて近づいてこないんだけど、お尻上げとくよ、しっかり、3、お尻を上げとくんですけど、はい、太も垂直がいいです、5、膝が胸の行きすぎないで、6、でも骨盤上げたまま使えない、ちょっと頭上げて首いらないですよ、8、首曲げなくていい、ゆっくり行こう、今勢い強すぎ、ゆっくりで、ゆっくりで、背中上げるね。背中上げる。よ。上がる瞬間、上がる瞬間、この次の瞬間。そーっといきます。そーっといきます。はい。はい。で、おでこじゃないです。はい。背中を上げる。頭じゃない、背中を上げる。はい。肩甲骨を浮けばいいだけ。はい。吐きながら肩甲骨を浮けば勢いでいけば、その出だしをゆっくりしますね、今の。はい。これ、次のこの出だしをそーっといきながら、で、はい。降りた時は頭つけないですよ。はい。降りるとき頭つかないで、そーっと行って、骨盤目一歩上げてますか？はい。だんだん、はい、気をつけないと忘れると頭になってます。首になってます。首の曲げるの一切なしというつもり。はい。首曲げるの一切なしというつもり。手は添えてるだけ。はい。2回、あと2回行こう。胴体折り曲げるだけ。はい。お尻を上げて、背中曲げて、胴体折り曲げるだけ。首気をつけるよ。はい。首を曲げすぎない。OK。バックランジ行きます。はい。はい、行きます。はい、ここで、1、2、はい、行こう。はい、よ、2、ほんのちょっと、1、2、頭、はい、前出さないで、3、1、そう、はい、4、1、2、ただし前体重です、ほぼ、5、8、お尻が飛ぶ、はい、10、はい、20、OK、もう一回プッシュアップいきます。そう、お尻出すぎないよ、お尻出すぎない、引かせながら急ぎすぎな降りる時、はい、そーっと行く視点気にしながら、頭よりお尻を上げるつもりでやっておいてください。天井見たままのつもりでいいですよ。ゴー。首を曲げすぎると足伸びちゃうんですよね。はい、トップで止まるよ。はい、トップで止まる。お腹、はい、頭高さいらないですよ。10、吐いて止まる。はい、ゆっくり下がる。高く上がらなかったら高く上がらなくていいです。胴体のお腹の分だけ無理して高く上がらない。4、前足のかかとを強く踏む。はい、5、息を吸って、頭位置は自分上から吊り上げた感じで、10、頭をてっぺん吊り上げた姿勢になりますよ。はい、20、 OK。 はい、どうしますか、もう一セットやっちゃいますか。いや結構きついですね。気づかず抜けてるのきついですね。まあもうね、基本もうそこパート違うんで、で、一節ずれたとやっぱり結構時間取って、30分とかかっちゃうと結構めんどくさいんで、10分なら10分でこうね、まとめて、多分3セットも10分って終わっちゃうと思うんですけど、心拍数はある程度高いままもずーっとやっちゃうっていう感じ。うん。多分今だと結構高い、140、50ぐらいでずーっといってるんじゃないかと思うんですけど、うん。まずちょっとつべつべでやっちゃったんですけど、まあ、間は本当は10秒ぐらい、今のこう自分の心肺機能では、間10秒ぐらい休んで次やってもいいんですけど、まあ全然慣れてくれば間多分3セットたら全然なくてもね、慣れてくれば間なくても全く大丈夫だと思うんですけどね。まあそこ調整しながらですけど、まあそれでコンパクトにやっちゃった方が、まあ実行しやすいかなというのと、
ちょっと有酸素的な要素が出てくるんで、まあ、より絞りやすいかなと思います。1セット1セットやるのと違って、一つの種目をやって心拍数高いところで次をやっていくと、体ってやっぱり当然きつく感じますよね。はい。うん。まあ、その分、こう自分にとっての強度っていうものが上がるので、きつくなるので、高強度トレーニングとは言わないですけども、その分、やっぱりその後のエネルギー消費も結構大きくなってくるんですね。普段見ているときだと、1セットずつやってて、で、1セット終わって、やっぱ4、5分休んで次の種目やったりしてるんで。4、5分長いな。4、5分はもうボディービルダーのスクワットやった後ぐらいのレベルですよ。ちょっと長い。こんなきついものでまあ、そんな感じで、まあ、心肺機能もまた一つ高めていくっていうね、こともやりながら、絞る効果も出しながら、で、同じように筋トレやってるんで、筋トレとしての効果ももちろんあるわけだし、まあ、そういうのをやっていったりするといいかなと思います。はい、あとはそうですね、まあ、結構今、多分座って仕事やってるの長いと思うんで、腰とか背中の方をやった方がいいと思うんで、はい、まあ、スーパーマンだとか、うつ伏せのスーパーマンとか、あるいはまあ全然、心拍数的には気づかないですよ。こういう感じの腰と背中、肩の後ろを使うような、こういうようなものも間に入れていった方が、はい、まあ今の生活というのはちょっと、その方がいいのかなとは思うんですね。後ろ側使うものね。なると、どうしても後ろ側がこう丸くなりがちなんで、縮めることをやっぱりしっかりやってほしいんで、はい、一つそれを入れてあげた方がいいかなと思います。わかりました。はい。ありがとうございます。まあ、ゆうさん、もう一個だけ、ちょっと、はい、スクワットの方法だけ見てもらうことってできますか？はい、いいですよ。はい。すみません。はい。OK、はい、まあ、今ので、はい、まず一つの問題としては、お尻が高いとこ後ろ行ってからしゃがんでる、お尻が後ろ高いとこ行ってからしゃがんでるなんですよ。あ、で、全てを、こういうのは始まりと終わりが全部一緒、後ろに行くのとしゃがむのが一緒に始まって一緒に終わるってした方がいいんで、はい、全部同じペースです。さっきのは後ろに行くだけ行って、その後しゃがんでるんだってたんで、そこをずらさないというのはまず一つ、はい、と動き的なんで、あとはこれをどういうつもりでやってるかですよ。どういうつもりでっていうのは、まあ、どこの運動のためにやってるか、はい、ということ。さっきの僕が例えばこういうふうにやったやつっていうのは、これはこの背面ね、腰と背中のあたりをのためにやってる、まあ、あともも裏ちょっと使ってますけれども、そのためにやってるんで、はい、あまり降りてなくて上半身は倒してる感じ。はい、うん、で、今やってたやつっていうのは、例えば今僕がこれやってるスクワットの中間なんですね。今僕がやったやつ中間なので、はい、だからどっちのつもりでやってるのか、今の僕のこの形のスクワットっていうのは、まあ、いわゆるこうやってやるスクワットに近い形ね、はい、っていうのは大体四頭筋が結構メインになって、まぁ、あ、ちょっとお尻も使ってますよっていう感じの。だから、できるだけ、もし、いわゆるスクワットとしてやるんであれば、はい。もっと胸と上半身を起こして前を見た感じで、このぐらいなんですね。ああ。なるほど。べっちりでかかと踏んでるんだけど、上半身ここなんですね。さっきのは、ちょっと高め、結構倒れすぎてる。ああ。うん。とりあえず、普通の、はい、今の僕がやった普通のスクワットとしてのやつをちょっと一回やってみたのがもらえます？うん、だからもっと胸を起こして腰と背中の反りがあって、胸を起こしてで一回しゃがんで下半身落とす。とりあえず上半身それぐらいで立ち上がる、頭からゆっくり立ち上がる。ゆっくり、もう一回、はいはい、胸を落とさない、ちょそれ今の、ちょっと待って、今のお尻が出るの先になってるから、今お尻が出てしゃがんでるから、しゃがみながらお尻が出る、両方なんですよ。しゃがみながら、ちゃ、もっと先に、もっと早い段階で膝曲げた方がいいです。もう先にもう腰を落としながら、落とす。で、もっと下、しゃがむ。はい。で、ゆっくり頭てっぺんから立ち上がる。そう。
しゃがむというのをもうちょっとやってみて、最初から。はい、後ろはもういいんで、後ろは大丈夫です。しゃがむというのをやって。しゃがむというのを先に降りてって、降りてって、降りて、降りていく中で胸が上がってればいいだけ。はい。そこの背中の反りね、それが必要なんですね。その起きてて、腰つらい。はい。しゃがむ、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 そう。はい。で、頭のてっぺんからゆっくり上がるか。あそこは早く行かない。もう2回行こう。はい。はい。腰を落としてしゃがむの先にした感覚の方がちょうどいいです。はい。最後もう1回行きます。はい。よ。はい。しゃがむのをちょっと先にしていくような感覚で行って、頭のてっぺんから、そう、OK。はい。なんか変な、やっぱり変な自分流の、ふくらけちゃってるものなんですね。うん、ま、今の僕は、腰とか下半身を先に落とす感覚をもっと強くしてって言ったんですけど、はい。これ本当に人によって違って、今は後ろに引こうと思ってる、多分僕は結構言ってるのもあると思うんですけど、そこを意識しすぎてそうなっちゃってるので、腰を落とす意識をもっと強く持ってってたんです。でも、人によっては、落とす意識だけあって、後ろに引く意識がなくて、膝が出すぎてる人もいるわけですよ、前にね。うん、そういう人は後ろに引きながらの感覚を強くしていかなきゃいけないので、うん、その自分のイメージというのはちょっとそこの人それぞれ多分変えていかないといけないところなんですけど、うん、そうですね、そう今の場合は後ろが強かったんでしゃがむイメージを強くしていけばちょうどよくなって、そしてここをとにかく上げていくということですね。はい、うん、どちらかというと最初今までは椅子に座るようなイメージ、椅子がないんだけど椅子に座るようなイメージを持ってやってたんで、はいはい、どれだけお尻が出ちゃったみたいな、お尻が後ろに出ちゃったのかなと思いました。はいはい、で、今のその腰から背中のこのアーチね、まあ、スクワットでこれが結構大事で、はい、うん、こう結構腰を反って背中をこう締めるっていうのは結構大事なので、うん、まあ、今のをやったら、やればまあとりあえずその今座ってることに対する逆の動きになっていくので、まあまあ、それは入れていった方がいいということですね。わかりました。うん、まあ、その辺で、はい、フォームチェックをして、まあ、ちょっと詰めるな詰めて、ちょっと有酸素的にもやってみて、はい、うん、で、スクワットも、まあ、また別に入れてもいいですけど、今の、その、しゃがむ感じの腰を気をつけるという感じ。はい。はい、という感じです。ありがとうございます。ちょっと短い時間だけど、少しぐったりしたかもしれないんですけど。ちょっとやっぱ全然、自分でやっぱ気づかないもので、新しい発見がありました。そうですね。うん。まあでも、そこら辺ね、細かいところ気をつけていけば、またちょっと運動の質も変わってくるんで、はい。はい、わかりました。気をつけてやってみてください。はい、ありがとうございます。はい。はい、じゃあどうもお疲れ様でした。あ、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。はい。